ちょっと興奮しすぎて汗かいてしまう。大丈夫かよ。もうこれも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 全部変わってる。ここまでするのに。おはようございます。キシューブ始まりました。どうもおはようございます。しんさんおはようございます。いります？いるよそこに。はい、本日またミッドウェイさんの方に、来てるということは、もうあれじゃない、またもうみんなが見たい女性シリーズでございますね。気づいちゃったんでうちら女性がいいって。そうですね。ということで早速行きたいなと思います。買いますか買いませんかシリーズ始まりました。よろしくお願いいたします。新さん、まあ、買うか買わないか本当にだからこれ、はい、悩んでる人とかは参考にした方がいいと思う、はい、今日本当に初めましての方なので、実はシンジさんっていう方からご紹介いただいてるんで、まずシンさん、はい、紹介します。シンさんよろしくお願いします、はい、シンさんです。おはようございます。なんか買いたい方がいるっていうことですね。私の友達でしたがちょっと車両を見たい。そうですね、ハーレーが乗りたいって感じなんですか。ハーレーですね。じゃあこれはちょっとまず早速紹介してもらいましょうか。はい、よろしくお願いいたします。お名前よろしいでしょうか。さよこです。さよこさんよろしくお願いします。お願いします。さよこさん、じゃあハーレーは初めて。初めてです。あのむしろバイクはもうないです。免許、免許ないです。はい、先バイクパターンね。そうそうそう。じゃあ早速じゃあ見ますか、いろいろとね。騎士推しの車両があるんで。ある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 。はい、早速ちょっと行きたいと思います。はい、こちら今回の、ね、車両が多いですよね。すごくないですか。どうですか。おい、ちょっとおい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 おすすめの車両はですね、こちらでございます。どうです、こういうの。ちょっとさ、ないない、マジで言ってるの。聞いただろ今、免許がまだないって言ってる。ちょっと一回またいでみたら。いい位置ますよ。どうぞどうぞ。似合う。まあ、似合う似合わないって言ったら似合うよ。ちょっとこうやって手そこでやってみて。かっこいいですね。かっこいい。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。でございます。似合う似合うでしょ。乗り心地はどう。最高です。ほら来た。買う。うん。危ない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 。容赦日に買い取りになっちゃうから。これはまあ、だめだ。じゃあ、なんか俺はだからスポーツスターとか。あ、スポーツスター。女性にも人気だし、やっぱかっこいいし。本当ですか。ちょっと興奮しすぎて汗かいてしまう。大丈夫かよ。もうもうすいません、本当に一番嫌いなやつ。一番嫌いなの。そのすごいでしょ、いいタオル持ってません。一番嫌いなやつ。どうどう、いいタオル持ってるでしょ俺。知ってるこれ、どこのタオルか。知ってます。なんていうの。はい、国産の、はい、あの今治のタオルです。今治タオルとか知らないじゃん。あ、持ってんじゃん。持ってんじゃん。水に浮かべて5秒間で沈まないと検査合格しないとか、はい、そういうのがちゃんとある。え、今治関係ある。今治出身です。あ、今治出身。あ、またまあ、うちらのとこだもんな。そうね、いつも俺らこれだからね。え、お父さんが今治の、そういう感じ。お父さんも今治出身です。あ、そうなの、そうなの。よかったよかった。これがね、やらせだ。見たでしょ、これがやらせだよ。フィッシュとあれだろ、案件欲しいだけだろ。いやいや、そんなことない。そんなことないか。いやいやいや、今治さんのキッシュ部の歌を作ってもらおうと思ってますよね。ね、お嬢さんね。その時は言ってください。来た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 。じゃあ、違うやつ。スポーツがいいんじゃない。こういうまだちょっと人の…スモールさん。なんで英語なんで。いやいやいや、スモールサイズ。おー、どう同じハーレーですけど。足つきとかいいですね。いいです、いいです。いい、いい。で、ハンドルはどう。広い。広い。広い。このぐらいだったらいける。いける。これにする。あのさ、まあでも、これでもじゃない。似合うのはもう、何でも似合うからね。次、これは一人用なんですけど、こっちも二人用のほら、色が違うから、赤。赤とかどうですか。僕赤、ラッキーカラーなんだけど。色の問題じゃないんだよ。こういうのもあるけど、これどうですか。あの、黒がいい。あ、やっぱ違うやつ。スポーツを一旦見せた方がいい。わかりました、わかりました。教習者に近いですもんね。まあそうですね、スポーツ。え、じゃあ次のとこ、次のとこ行く。そうじゃ行こう。じゃ行こう。え、あ、ジャンプとかします。やりたい。やるやるやる。じゃ行くよ。はい、せーの。よし、ということでスポーツスターの館に到着しました。スポーツスターの館でどうでしょう。ここもすごい圧巻ですね。すごいでしょ、すごいでしょ、うん、半端じゃないんで。しんさん、なんかおすすめの車両っていうか、なんかやっぱスポーツスターって言ったの。はい、いいとこかな。ステップの位置が後ろで、ね、こっちはほら、フォアコンだから、前だから。あ、48はね、うん、フォワードコントロール。はい、どう。一回起こしますよ。大丈夫ですよ。ずっと押さえてます。信じてますよ。あ、ちょっと体勢がしんどいです。もういいっすか。あ、大丈夫です。多分体勢がしんどいのは岸君だと思う。で、次がミッドルコントロール。それがこちらですね。どうぞどうぞ。じゃあこれちょっとまさいでいただいて。どうですか、足の位置。
楽です。結構女性の方には、はい、あのニットポンを過ごしてます。ただね、1台ねすごい面白い車両見つけちゃったんですよ。これなんかさ、見覚えない？これめちゃくちゃカスタムしてあるんですよ。これも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 全部変わってるんですよ。ここまでするのにこれどのくらいかかるんですか？この200はかかりますね。で、ミッドコン、うんうんうん、ちょっとマッサージ見てみます。どう？いいと思います。なんか免許取らないでガレージでこういう遊びしてるのかな。こういう遊び方もね、大丈夫です。ありがとうございます。早く降りろ。ごめんなさい。あ、いいです。冗談冗談。いいです。だって48いるもんね。ほら、なんとかがあるいるんで、ちょっと一回聞いた方がいいんですか。はい、東京 BB ガールズのあやです。あやちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。あやちゃんさ、48乗ってるもんね。こけまくってるやつ。うるさい。どう？いけそう。足つき良くない？サンダルがだいぶ厚底だから。そうだね、持ってきたね。これ前後なんの？誰だか分かります？風邪でしょ。え、そうそうそう、高澤さんなんですよ。高澤さんが前オーナーなんですけど、後輩だからね。後輩なんですけど、新さんの後輩なんですけど、壁の先生やってる方が、大富豪の壁の先生がカスタムして乗られてた車両なんです。だからこういう車両が好きな人はカスタムしてるのを買っちゃった方がいいよね、はい、そうそう。こっちがどう？こっちは CX。 あ、CX ね。ちょっとまといでみて。なんか自分の中でこうなんか気になる車両とかあるの、まあ、あっちの辺の、じゃあちょっと一回行ってみましょうか。あっちの辺行ってみようか。あっちの辺騎士中。でもマットが欲しいと思ったんですけど、意外とはいはいはい、ツヤありブラックがいいか。ツヤありブラックね、ちょっと輝いてる感じがまた良かったりしますもんね。この子、あ、いいの選んでるじゃん、しんさん。マジマジ、これですか？これ可愛くない？ちょっとさ、またいでみて。これさ、いいですか？はい、マッコイさんとかも、そう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 、これいいって言ってたよね。いい、かっこいいって言ってた車両。マジっすか。でもなかなかのセンス、ね、すごいね。すごいよね。すごいセンス。最初でこれ選ぶじゃん、名前ね。ちなみにこちらでお値段は、いや100後半だったと思いますね。ちょっと調べますけど、はいはい、A ラブすごい。しゅんさん、あ、すごいよね。もうそりゃ娘さんってなっちゃった。そりゃしょうがないよね。そもそも何県とか分かってんの？え、何？ここ何県？何県？出身どこだっけ？今森。今森。今森。結構言わない。頭いい。いやいや、どちらかって言ったら中国地方の方ですよ。ね、これだよ、はい、こいつはこういうやつだよ。何？どこ？言ってみる。愛媛県だよね。そうだね、ほら。本当に知ってた。危ねえな、これ。番号違う。あ、番号違う。あ、あ、じゃあこれ違う。そういうのがあるんだね。あ、本当？え、何番？何番？0315です。0315扱ってる。0315使ってます。私が扱ってるのは0315。私じゃないの、私のお世話で。皆さんよろしくお願いいたしますよ、そういう感じで。はい、これがじゃあ今のところ第1位だ、はい、そうです。人気ランキング今第1位。第1位です。はい、じゃあちょっともう聞くの？一回聞いてみる。じゃあこちらの48、はい、買いますか？買いませんか？買いまーす。1000。よし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 。じゃあ次です。まだまだね。そうだね、まだね。そうだね、まだ見よう。まだ見よう。あ、行ってみます。行ってみる。あ、じゃあ行こう行こう行こう。歩いて行こう。歩いて行っちゃう。じゃあ行きましょう。ジャンプしないから。騎士チューブ。じゃあ心の準備はいいですか。はい。ということで、じゃあ早速ちょっと開け。開け。おま。おま。お前すごい力だな。すいません。これすごいよ。どう？ちょっとちょっとこれ。ちょっと見せて。ドキドキする。うん。すごい。ちょっとかっこいい。やばいっしょ、どうぞ見てみてください。見たことある、これですよ、これですよ。どうですか？かっこいいんだよ。何？結婚式だよ、新郎。
問題ないです。まあ見てください。はい、どうですか、こっち側がスポーツ車よりまた一回り大きい車両系になりますよね。すごいでしょ。すごいファットボーイの、はい、面がファットボーイ、そうですね、かっこいいですね。これはローですか。あ、それもローですね。これちょっとまた上げます。これがファットボーイローです。ロー、車高が低いから足つきがいい。どんどんいっちゃうもん。そうですね。でもそれだけやっぱり本当にハーレーっていうものに憧れが。この辺とかめちゃくちゃ、これビジョン乗せられますね、後ろね。はい、それよくわかんないです。ビジョン乗せられる、いやなんかね、ビジョン乗せたいでしょ。なんで、なんでどういうこと。ハーレーといえばなんか美女、男性が言うなら分かる。そうだね、そうだね。友達にもしハーレー乗ったら後ろにビキニ着て乗ってねって言ったらいいよって言ってくる子いたんで、それは責任を持って騎手を追っかけますんでね、任せてください。責任を持って私たちがね。そうですね、めっちゃ似合いますね。あのシーさんね、ちょっとまたがってみようか。じゃあ一回。おー、似合う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 、めっちゃかっこいい。買っちゃう、どうする。おい。さすがだよね。初めてでまたがらせられたの。もう一回向こう見て、ね、じゃあちょっと向こう一回向こう。じゃあじゃあ、やっぱここで戻ってきたね。やっぱり一番好き。確かにかっこいいよね、このマフラーとさ。その選ばれた車両が調べてさ、これは確かにかっこいいな。こちらのスプリンガーの48、はい、48ですね。買いますか。はい、買いませんか。はい、買いまーメルキョ何そうですね。まずトランプですね。ね、はい、やっぱ最終的にはね、一番最初に一目惚れした車両に変えたんだね。そうです。そうです。あんま見たね。なるほどね、なるほどね。そういうことでしたね。ということで、今井さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あの皆様もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。引き続きインスタ、ツイッター、フェイスブックやっております。インスタグラムしかやってないです。はい、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。